皆の衆、こんにちは。じゃわしはグレート家康公葵武将隊の酒井忠次と申す。稲姫でございます。さあ、本日見てもらっているこの動画はとある企画を記録しておるものでござる。わしとね、はい、今ここにいるこの場所、はい、岡崎公園内のうまい食事所桜茶屋ってところなんだけれども、うん、そこの店主殿とわしがちょっとこの悪巧みをしてだな。悪巧みですか。新しいメニューを開発したから、その報告にと思ってこの動画を記録しておるんじゃ。おお、さようでしたか。さようじゃ。その商品名は、はい、モンスター醸成ラーメンでござる。この桜茶屋が出した美味しい美味しい新しく出たね、はい、ラーメンがあるだろ。はい、ございますね。その醸成ラーメンをモンスター、もうまさに化け物のような大きさにしたものでござる。企画したのがわしなんだけども、はい、じゃあ企画した本人がそれを食べれなければいけないだろうと、うん、いやそれはもちろんございますね。だから、うん、わしがそれを食べる一人目の、記念すべき一人目の達成者、制覇者となり、うん、みんなにまた挑戦してもらいたくてこれを記録しとるんだな。私はそれをしっかり見届けるようよいということですね。さようじゃ、稲荷はこの歴史の1ページが書き換わる瞬間を見届けてほしい。概要はこちらじゃ。お待たせしました、モンスター醸成ラーメンです。これですか。そう、これがモンスター醸成ラーメンじゃ。モンスターじゃこれは。いやもうねこれこそがモンスター醸成ラーメンといった、はい、いやでも現物目の前にすると少しひるむなこれは。いやまあでも、はい、うまいから、はい、挑戦しよう。さあ、ということで早速始めてまいるか。いいなよ。はい。いやちょっと震える。こちらのキッチンタイマーで30分きっちり測りたいと思います。よーい、始め。どこから手つけていいのかがわからん。まず現在あの麺が見えておりますので、あ、まず唐揚げから。おうまっ。美味しそうに食べられますね。うまっ。おー、湯気が素晴らしい。本日は唐揚げと大きなゆで卵とメンマとチャーシューと海苔と具沢山でございます。いかがでございますか。うまい、ものすごいうまい。やっぱりもうこれはもうすぐ20分ぐらい食べますか。いやもうすぐ食べちゃう。食べますか。この量は余裕でございます。こんだけうまいと感じ、うん、ますか。豚骨の濃厚さ、岡崎の赤味噌感じるね。感じますか。うん、うんうん、ですね。卵も絶対いいんだよ。卵も半分に切ってあるんではなくて、もう丸々でございますから。大きなお口。麺増えてない。時間が経つにつれて下から新しい麺が生成されてるような気がするんだけど、はい、もう無限に出てくるように感じるかもしれませんが、もうほぼ飲み込んでるぐらいの勢いでございますか。うまいからね、進んじゃうね。桜ジャイルのチャーシューも柔らかいですしね。本当に、うんうんうん、あれ来てますか。あれれれ、もしかして。今5分経ちました、開始より。それは一体どのような、え、効果があるんですか。嬉しいのを体で表現した。嬉しくって嬉しくって幸せだから、はい、体揺らしてこの嬉しいっていうのを表現してる、はい、別にこの胃にあるものをどんどん下に落としていこうとかそういう作戦じゃなくて、ですね、じゃなくてそれです、ね、本当に嬉しいから揺れてるだけだから別に。いやでも私が想像してたより断然早いですよ。速速度はな、速度は早いです、うん、忘れた頃にこのシナチクが下から出てくるんだ。忘れたかい。店主殿、これえらいこっちゃ。わしらちょっとこれ想像絶するかもしれない。もともとわしらが考えてた量じゃないかもしれない。あれ、お昼寝のお時間に入るんですかねこれは。ちょっとな、う
三方ヶ原の戦いのことを思い出してた、うん、そんな思い出して暇ございませんか今。いや、やっぱりあの頃失った仲間、はい、そしてこの現世まで蘇ってきて、はい、この平和な世の中を築けたというのが、はい、紛れもないあやつらの犠牲があったからと、はい、うん、本当にね、はい、名誉ある死なのと、はい、夏目義信初めてしてね、家康を逃がすために犠牲になっていった人たち、苦しいんですね、その表情は。苦しくないけど、三方ヶ原に比べたら、はい、ね、余裕でございます。こんな辛いことに比べたら、こんな幸せなことないよ。いけるかな。いけるのかな。編集で全部食べたことにならんかや。そんなことをおっしゃる酒井さんは私は一応ございません。すまん、私ちょっとそんな大人の汚いものみたいな、はい、かっこいいところ見せてくださいませ。本当だよな、はい、確かに編集で何とかしようなんてそんな、はい、いかんわ。豚骨とそのお味噌を使っておりますので、どんどん食が進みますね。ねえ、本当にどんどん食が進むよ。いや、時間はあるだろ。はい、ございますよ。じっくり、じっくりいくわ。お食べ物を今下に落とされてる。そう、食べ物を下に落としてんだ。もう目が怖いですもん。目が怖い怖い怖い。いや、一旦休憩挟んで1時間後再開で。ダメです、ダメでしょ。でも30分でございますから。もうでもテープなくなっちゃうじゃん。大丈夫です、ね、もうテープだから、まだまだ全然余裕でございます、はい、え、今ちなみに何分目ぐらいでございますか今、はい、11分目。いや、これじゃん。11分目。あ、10分目ってよく聞きますけども、口いっぱい開けたら、はい、多分喉の奥に目見える。あ、そうですね、うん、顔休ませな、おまさどのわしに力を。自分で言い出しといて、だって、はい、食べきれんじゃん、はい、かっこつかんもん。いや、本当に。もう少しで半分ですね、15分となりますよ。麺がもうほぼほぼないんじゃないですか。卵、卵どこに入ってるものは全部2人で決めたやつだから、うん、もうその通りやってくれてる店主のは感謝だよね。夢の食べ物でございますね、本当に。卵ダメですよ、出したらダメですよ、うん、ダメです。みちゃん、正室に連絡させてくれないか。それも食べる前にやっていただきたい。愛してるって伝えさせてくれよ。知ってですか。あの音楽かけてほしいわ、はい、今音楽タッタタラタタラタタラタタッタタラタタラタタラタタ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 ラララうーんタラーラー、そんな言うのじゃいけないわ。タラーラータラーラー、タッタタラタッタタラタッタラタッタラタ、結局分かんなかった、その辺で。この最初に使ってた唐揚げやらチャーシューやらの油が染み出て、はい、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。あ、良いですね。でもどんどんいけちゃうと。どんどんいけちゃう。来てますね。どんどんいけちゃう。もう具はない、麺もない。だからあと。これ飲み切ればいける。いやー、もうやっぱりね、発案者だからこれぐらいはできないと。おいめし、おいめし、おいめしなかったよ、ないじゃない。あ、これも完食して終わりになりますので。あ、これもちょっと待って、打ち合わせの時と違う。待って、何を申しとる。すごい、え、これいや、待って、あ、いいだろう、そういうことね。ちょっと待って、おいめしの量じゃないってね。え、おい飯ってちっちゃいお茶碗にポンなの、この丼だけなのすごい量ですよ。待って待って、これで保育園児は3日は生き延びれる。さあ、あと残り10分で。いや、でも何ってうまそうなんだよな。新しい時代の味変だわ、もうこれはもう味変というか、もう何、主食編だよね。麺から米に主食編なわけだから。あ、ネギも結構多めに入っておりますね。そうだからね、最後まで飽きずに食べられるってバカ。そういうことじゃないだろう。飽きずには食べられるんだよ。はい、だけども、うん、
まあ、またこのご飯もスープに使うとちょっと大きくなりますかね、増えますから。そうね、はい。ちょっと、吉本さん、うん、食べません、食べません、食べません。吉本さん、吉本さんでなんかうまそうなもん持ってるしな、はい、確かに。あれもいっぱいかもしれないです。あとどのくらい？あと8分でございます。いけるな。8分もあるわ。いきますか。止まりましたよ。手が止まっておりますよ。今ここにお米がいっぱいあるの。リスか。本当にやばい時のやつでございますよ、これは。おいしい。なかったんだよ。なんか急にアドリブで追い飯が出てきたな。追い飯じゃない、ね、ライス大食うんけどね、食うんけど。出ました、酒井の舞。これ本当に効果あるんですかね。ある、ございますか。もうその舞で疲れてありませんか、今ので。大丈夫ですか。さあ、あと何が悔しいって、こんなにうまいのに、はい、体がね、もうダメだって言ってんだよな。うーん。10秒9頑張れ、8頑張れ、7 6 5 4 3 2 1、はい、終了でございます。はい、さあ酒井殿、はい、ちょっと先ほど測らせていただいたんですけれども、はい、2.9 キロ食べたところでギブアップでございました。ギブアップじゃない、時間切れだろ。時間切れで、違う、わしは諦めてないから最後まで戦った。時間がなくて食べれなかった。あとどんぐらいだったんだ。 800g でございます。いやね、これは乾杯だわ。いや、酒井殿が食べ物を残されるところなんて私見たことがないんですよ。多分今世紀始まって以来の大事件だな、はい、事件でございます。わしが残すなんて。いやでもね、はい、美味しい、うん、これ一つだけ間違ってほしくないのは、はい、ものすごい美味しい、うんうん、普通の醸成ラーメンだったら、はい、卵と唐揚げは入ってないからね。そうですね、普通の醸成ラーメンじゃ味わえない美味しさももちろん、うん、追い飯がなきゃいけた。このわしでも食べれなかったものを、はい、食べれるものが出てくるのはちょっと見てみたい。でもし食べきったら、はい、こう壁とかに何か貼ってもらえるらしいぞ。あ、これは良いですね。そうだから本当に今日会員番号1でわしが貼ってもらうはずだったのに、うん、もう本当に悔しいけども、はい、まだ挑戦しに参りたいと思う。わしもみんなも今度挑戦しに行く。またですか。いけます。いやでもね、本当にみんながね来て、うん、ここで挑戦してくれる日を、そして完食してくれる日をわしは楽しみに待ってる。みんな、みんなぜひモンスター醸成ラーメンを食べに参られよ。以上、以上であった。以上、ありがとうございました。いや、いやいや、お見事でございました。こんだけ大変なら逆に痩せてるわ。